今回紹介するおもちゃはですね、こちらでございます。じゃじゃんということで、ムービーモンスターシリーズより、ゴジラストア限定のヘドラ、レトロカラーバージョンですね。えー、この動画を撮影しているですね、えー、2021年の7月24日はですね、えー、こちらのね、映画、ゴジラ対ヘドラが、まあ公開されてちょうど50周年ということでですね、まあ今いろいろと、 あの、公式の方で、ね、ゴジヘドラ50周年キャンペーンっていうのを行ってるんですが、まあその一環として発売された、ヘドラのですね、ムビオンの新作フビとなります。久しぶりに結構テンション上がってます。もうヘドラですよ。水銀コバルトカドミウム。鉛硫,硫酸ホキシダン。シアンマンガンバナジウム。クロムカリウムストロンチウム汚れちま。

まあ、ということでですね、まあ、こう、ゴジラシリーズでも、あの、ひときわ目立つ、まあ、カルト映画と言われているゴジラ対ヘドラに登場するですね、ヘドラのですね、えーまあ、特別バージョンのソフビーとなりますでね、もうね、ヘドラのソフビーっていうと、もういろいろブルマークさんとか、CCP さんとかいろんなところから本当に出てるし、ん、あの、本当にすごいコレクターの多い怪獣ソフビーなんですよ。僕もま、ヘドラ欲しいなとは思ってるんですけれど、なかなかね、いい値段でするんで、えー、 欲しいけど、ちょっと指を加えて待ったんですが、あの、あのまあ、バンダイのね。 ムービーモンスターシリーズ枠で、こう、ヘドラのソフビが出るということで、ちょっと買ってきまして、もう本当にめちゃくちゃテンションが上がってまして、2005年とか6年ぐらいに出たムービーモンスターシリーズのヘドラの、え色替えバージョンとなりますね。だから当時は1000円しなかったのかな ?700 いくらだったと思うんですけど、まあ今回は買うと2750に、まあ送料とか手数料とかかかってくるような形になりますね。ゴジラストアでも店頭でも発売してます。僕は通販で買いました。ですけれど、まあこのね、独々しいカラーリングですよ。メタリックな、こうね、 えー、ブルーとかパープルの、えー、塗装が施されておりますなんだろうねもう本当に <laughs> 目のあたりはちょっと黄色がか,かってるというのがねまあ、特徴な <laughs> んですが割と自分の中のヘドラの毒々しいイメージがそのままこのフビになっててすごくねいいなと思いましたすごく満足ちょっといつもよりテンション上がってるお酒まだ飲んでないのに全然テンション上がってますから ブルーでね、メタリックブルーで塗られてて、めちゃくちゃかっこいいですね。あの、なんかこう、本当に汚染された川、工業排水が流れた川のような色をしてるヘドラで、いや、大満足ですね。で、本当だったらね、だいたい僕はね、タグ外しちゃうタイプなんですけど、いや、あの、今回はちょっとタグは外せないかな。なんかもったいなくて外せないですね。別に売るとかはそういうことはないですけど、タグもまあ、こう、ヘドラ50周年というね、記念のロゴが入っております。ヘドラ、レトロカラーバージョン。 中にヘドラのね、ヘドロじゃないヘドラの解説がありまして、汚染物質やヘドラと統合し、生まれた怪獣。分裂合体を繰り返し、汚染物質を吸うことで、オタマジェクシ状態から、移足歩行状態まで数段階にわたって変態する。あ、これ過去商品の金型を流用しておりますと、あの、書いてありますね。ちょっと前傾気味の体型なんで、身長は一見低く見えるんですけど、ポトが背中にね、ボリュームがいってますね。 ハハ、まあ、ということで、えー、ヘドラのねソフビの簡単な紹介だったんですけどいやすごくね独々しいカラーリングが、えー、やっぱりいいですよねヘドラはん本当に大好きな怪獣ですのでね。 まあ、あるはあるんですけど、ヘドラって、こう、レトロ系というか、うサイケのね、カラーリングの装備って本当にたくさんあるんだけど、バンダイの LINE からこう、出てくれたのはやっぱ、嬉しいのかなうれ、<laughs> からもこういうのが出てくれたっていうのは本当に、おめでたいことかなと、思いますね。うん。いや本当にね、ゴジラてヘドラ、まあ、大体僕のチャンネル見てる方は、一回ぐらいは見てるかと思うんですけど、素晴らしい作品ですので、えー、ぜひね、あの、今、アマゾンプライムとかでも見れますんで、ぜひ見ていただいて、 えー、衝撃を受けていただきたいなと思いますね。